どうも、寺上です。さっきの動画の続きやりたいと思います。ウマヅラハギね、めちゃくちゃうまかった。ウマヅラハギはうまいっていうよりも、なんて言いたいのかな。なんか、一度で二度美味しいみたいな。素晴らしい料理。ウマヅラハギはすごいいい鍋のアイテムだわ。今日は何するかっていうと、これはこの枠は何するかっていうと、おじや作ります。ウマヅラハギ鍋のいいところ。見離れがいいんですよ、ウマヅラハギって。取り方のコツとかは若干最初戸惑ったんですけど、ものすごい、見離れがいい。そして、なんかね、血合いがあるんですよね。血合いゾーンみたいなのがあって、それがね、またうまい。自分血合い大好きなんで、血合いの部分が白身の半分とか、あちゃ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 、そんな感じ。だから血合いありなんですよ。血合いありっていうか、ウマヅラハギはうまかった。これからおじやを作ります。ウマヅラハギおじや。白子ね、残しとけばよかったかもしんない。おじやに白子入れるのが一番なんかうまそう。白子全部食っちゃった。今回は、まぁ、ちょっと趣向を変えていこうかなと思います。趣向を変えていくのも、最強ビール、最強つまみのいいところではある。砂糖のご飯、こちらを2分間、電子調理していきます。で、電子調理している間に、この鍋に残った野菜を食べると。ウマヅラハギの紹介はもう一回やるかもしれない。あまりにうまかったから。うまかったっていうか、食べやすかった。食べやすいし、味の変化も楽しめるんですよ。ウマヅラハギの血合いの部分が、なんかサクサクっと取れて、あれがうまいんだ。文句なく。食べやすさで言ったら、鍋物ナンバーワンかもしれないんだよね。食べやすさと、あとはトリッキーさ。無駄に画角をピントを合わせていく。まあ大体食べたかな。はい、ウマヅラハギスープの出来上がりと。スープの素は、こちら、鶏だしうま塩と濃厚パイタンの合わせだしになります。で、今回卵も入れるんですけど、卵も入れるんですが、こちらも入れます。ニンニクとか、明太子、高菜とか。これで、
おじやを作ると。まあ、だんだんおじやが主になってくるな、こういう風にやってくると。そして、デブると。カロリーがやばいわ。簡単に考えてカロリーがやばい。こいつはやばすぎる。カロリーがやばい。さあ、では作っていきましょう。まずはこの黄金のスープ、人呼んでウマヅラハギスープ、こんぐらい。目的が雑炊ではなくておじやなので、このぐらいにします。で、こちらに砂糖のご飯を入れていくと。よし、行きましょう。はい、砂糖のご飯入りました。そしたら少しずつね、崩しながら、いつもの見た光景、親の顔より見た光景、崩していきます。多分ウマヅラハギの出汁はほとんど出てないと思うんですよね。このパイタンと鶏出汁の、鶏塩だれのスープなんで、ほぼそれなんで、ウマヅラハギの良さのところは全くないと思うんですけど、ちょっとね、ウマヅラハギがあまりに食べやすくてうまくて、なんか2種類の味が楽しめたんで、白身と、血合いね。だからちょっとウマヅラハギのことを言いたいなと思って、もう一回ウマヅラハギは動画にしたいなと思うんですけど、ただ単純に食べたいんで。ただね、今日また同じスーパー行って、ウマヅラハギくださいってやっちゃうと、あまりに味気ないので、まあ、この辺は縁ですよね。まあ、明日にでもまた同じスーパーに行って、ウマヅラハギがあったら買うし、なかったら、また次の日とか。そんな感じですね。よーし、できましたと。いつもの流れでやっていきます。卵を2つ使います。3分かな、3分でいいよね。よ、電子調理するものはもうこの時点で卵しかないので、3分電子レンジに入れます。で、電子レンジに入れている間に、こちらのレモンサワーを堪能すると。自分はこのレモンサワー好きですね。冬感。これ甘いのが嫌いな人が飲んだら速攻捨てるレベル。全然甘くないから。まあ一言で言って優しい酸っぱみなんですが、ポッカレモンを加えます。 YouTuber
はい、まあこれあれですよ、 YouTuber がやるってやつです。さらに酸っぱくすると、全然酸っぱいの平気なんで、うん、いやー美味しくなった。うん、さあどうしよっかな。あとは卵を溶く、うん、忘れてました。卵を溶くの忘れてました。1個30円の卵置きます。で、やべ、トッピング忘れた。トッピング、すいません、1分30秒トッピング入れてもう一回再加熱します。忘れてたわ、トッピングを。適当、3つの適当、こんぐらいでいいかな、ようわかんねえし。1分30秒、こっから1分30秒、 OK、 よっしゃ、なんか大失敗の予感がしますが、とりあえずいいでしょう。よいしょ、はい、ではですね、あれ、はい、溶き卵を作ります。まあ、いつもの流れです。30秒の電子調理、溶き卵、まあ、これはまあ普通かな。回していきましょう。電子レンジが終わるまで回し続けます。溶けば溶くほど美味しくなるはず。混ぜ合わせる、混ざり合う。いいんじゃないか？思ったより長いな。もう、はい。よーし、作りましょう。作っちゃいましょう。電線作っちゃいましょう。よいしょっと。はい、こちらが、まあ、作業途中のものですね。料理名は後で考えます。それでは、このおじやに溶き卵を入れていきます。うん。よし、で、これを揺らす。揺らす。大事なこと。大事な作業。とても大事な作業。そして30秒の電子調理いきましょう。よっしゃ、料理名考えよう。
行くぞ。混ぜまーす。トントン。まあ高菜おじやはあるな。卵高菜おじやね。卵高菜おじや。ちょっと料理名長くなるな、これ。たくさん入れすぎたな、いろいろなものを。ニンニクとかも入れちゃったな。鶏だしうま塩、濃厚パイタン、うまずらはぎ鍋で作った、卵高菜ニンニクおじや。なぎえ。っていう料理名です。もう二度と言えません。これサムネにしますか。じゃあいただきましょう。ちょっとスープ多かったかな。多分高菜の分水気が多くなっちゃったんだろうな。ちょっとね、おじやと呼ぶには、汁気が多い。まあ、それでも雑炊よりかは少ないからいいかもしれないけど。この辺が、ちょっと、あれですね、予想外でしたね。いただきまーす。うん。うまい。よし、行こう。まあ、最初に高菜が来ます。その後に甘みが来るね。で、卵っぽさもある。卵二つ入ってるから。で、やっぱり高菜と。まあ、うまずらはぎは一切ないですね、これは。けど、美味しい。美味しかったです。これは美味しい。優しい系の味です。はい。ということで、うまずらはぎ鍋延長でした。次回の最強ビール最強つまみもよろしくお願いします。失礼します。